朗読ご判定事件江戸川乱歩前回の続きからです幸い河野が村の巡査と知り合いになっていたものですから私たちは後に至ってその筋の意見や創作の実際をある程度まで 漏れなく聞くことができましたが一応ご判定の取り調べが済むと時を移さず行われた松永の行方捜索は結局何の得るところもないのでしたそれは主として私たちの番頭とが申し立てた彼らの出立当時の風体に基づいて街道筋の町々村々を訪ね回ったわけですが不思議なことには 洋服姿でトランクを手にした者という条件に当てはまる人物は耐えて姿を見せないのでした。と言ってそのほかの目印は松永が声太った男で美化にひげを蓄えているというくらいのものですからもし彼らがトランクをどこかへ隠して巧みに変装してしまえば人目にかからず逃げおうせることはあながち不可能でもありません。 彼らの逃走の最大の邪魔者は言うまでもなくあの目立ちやすいトランクです彼らは必ずそれを途中で人知れず処分したのに違いありません警察でもその点に気づいてこれもまたできる限りは捜索したのですがやっぱり思わしい結果は得られませんでしたそれから数日の間というもの村人を雇って 付近の山々はモースに及ばず湖水の底までもほとんど遺憾なきまでに捜索されましたが湖水の汽車に近い部分は割合に水深も浅くそれに水がきれいですから船を浮かべて覗き回りさえすればその底にあるものは手に取るように見えるのです依然として何の得るところもありません 隠して事件ははついいに未解決ののまま終わるのではないかとさえ思われました。しかしか以上は表面上の事実に過ぎないのでその裏面にはさらに一層不可解な事柄が起こっていたのでしたお話は元に戻って事件の翌日小判定の取り調べのあったその夜のことになりますが たとえ一時発覚を免れたとはいえ私はどうにものぞき眼鏡のことが気になって仕方がないものですから夜のうちにその装置を取り壊してしまうつもりでイライラしながら人々の寝しつまるのを待っていました警察の人々が浴場の周囲を取り調べた時私はどんなにヒヤヒヤさせられたことでありましょう樹木のために覆われていても 屋根のののの下へ入って見上げさえすす。れば、そのネズミ色の筒は、必ず疑いいいいを引いたに違いないのですところが私にとって幸いであったことには刑事たちは何かが落ちていないか足跡でもついてはいないかと地面ばかり見回って上の方には一向注意を払わなかったものですからこの不思議な装置は危うく発覚を免れることができたわけでした。 しかし明日にもなればまた一層綿密な調査が行われることでしょうしいついつまでもこのままに済むはずはありませんどうしても今夜のうちに取り外さなければ安心することはできないのですその世は事件のために家の中が何となく騒がしく常の日よりもよほど遅くまで話し声が絶えませんでしたが ででもも時を過ぎたたた。分には、やっっと人々も寝静まま様子でありました私はそれでも用心にしくはないと思いほとんど一時近くまでじっと待っていましたその間にも私はたびたびのぞき眼鏡の鏡を見て脱衣場の人影を気にしていたのですがさていよいよこれから窓の外へ忍び出て 秘密の仕事に取りかかるという時に何気なくもう一度そこを覗きますとひと切ではありましたけれどふと恐ろしいものが鏡の底にうごめいているのを発見しましたそれは昨夜見たのと寸分違わない男の手先の大写しになったものでした手の甲にはやっぱり同じような傷跡らしいものが見え とくたくましき指の格好から全体の調子が昨夜の印象と少しも違わないのですそれがちらりと見えたかと見るとはっと思う間に消え去ってしまいました決して夢でも幻でもありません私は事のいがさかつは恐ろしさにもはや何の影もない鏡の表を見つめたまましばらくはその場を 動くこともできませんでした17一時の方針を取り戻すと私はすぐさま浴場へ駆けつけましたしかしそこには毎晩と同じように何の気配もないのですことに事件のために湯も立たず人々は気味悪がってそこへ近寄りもしませんので脱衣場は 一層物寂しく白々ららとして見えました。そしてちょっと見たのでは黒い板の間と区別がつかぬほどの例の結婚ばかりがそれゆえに一層ものすごく私の目を引きつけるのでした。しばらく耳を澄ましていても無論何の物音も聞こえてはきません。家中がしーんと静まり返って。 あの恐ろしいたくびの持ち主のほかにはおそらくは誰一人起きているものもないのです。そしてその男は鏡の影を見てから大して時間も経っていないのですからひょっとしたらまだその辺の隅に隠れていないとも限りません。それを考えると私は無性に怖くなっていきなり浴場を逃げ出したものであります。 しかし、部屋へ帰ってみても、どうしてじっとしていることができましょう。と言って、宿の人を起こして、この事実を知らせるには、やっぱり覗き眼鏡の秘密を打ち明けるほかはなく、私は今さら何故取り調べのあった時それを言ってしまわなかったかと、少なからず後悔しなければなりませんでした。でも、そうしていても、再現がありませんので。 レンズの装置を取り外すことなどは後回しにして私は慌ただしく唯一の相談相手である河野の部屋を訪れましたそしてよく寝入っている彼を無遠慮に叩き起こししかし辺りをはばかるささやき声で事の死災を語るのでしたそれは妙ですね すると河野も変な顔をして「犯人がわざわざ帰ってくるはずありませんよ。それに手首を見ただけで昨日の加害者とということがどうして分かりました?」この質問にあって私は初めてそのことに気がつきました私はうかにもまだ一度も手首の傷跡のことを彼に話していないのでしたそれと同時に、 松永と自称する男、あるいはその同伴者の手首に果たして同じ傷跡があったかという点に思いを読んでその重大な事柄を一度も考えてみなかった私の愚かさが今さら恥ずかしくなるのでしたそうですかそんな目印があったのですか河野は非常に驚いたように見えましたええ あれは多分右手なんでしょうがこうはすかけに一文字の太い線がどす黒く見えていたのですしかしそれがあなたの見違いでないとするとなおさら変ですね河野はやや疑わしげに私は宿の人たちは言うに及ばず泊り客なども注意して観察していましたが手の甲に傷跡のあるものは 一人も見かけませんでしたよ問題のトランクの男にもそんなものはなかったようです手の甲の陰影が傷跡のように見えたのではありませんかいや影にしては色が濃いのです傷跡ではなくても何かそれに似たものでしょう決して見違いではありませんそうだとするとこれは非常に重大な手掛か,かりですね その代わりに事件はますます分からなくなってくる。こんなことがありますと、僕は例の秘密の仕掛けが心配でなりません。今のうちに取り外してしまいたいのですが、なんだかまだその辺に人殺しが潜伏しているような気がして、気味が悪いのですよ。やっぱり秘密にしておくのですか非常にいい手がかりですがね。しかしまあ、僕だけでも教えてくださってよかったですよ。 実はね、僕はこの事件を自分で探偵してみようと思っているんです。突然こんなことを言うと変に聞こえるかもしれませんが僕は以前から犯罪というものに一種の興味を持っているんですよ。そしてこれは私の邪推かもしれませんけれど河野はむしろ覗き眼鏡の秘密をその筋に知らせないで彼の独占にしておくことを望んでいるように見えました。 その証拠には「そんなにおっしゃるのなら僕も手伝ってあげましょう」と言って彼は私のレンズ装置取り外しの作業を助けてくれたほどでしたそれは非常に危険な仕事でした真夜中のことですし付近に人のいる部屋とてもありませんのでその点は安心ですけれど先ほどの手首の男が庭の暗闇に潜伏していて 機械を加えないとも限らず、またその筋のケージなどが張り込んでいないともありません。私たちは猿のように木の枝を伝えながら、絶えず岩の方を注意してビくビきもので仕事を続けました。ボール紙の筒がところどころ簡単に取り付けてあるに過ぎないのですから、取り外すのに面倒はありません。 やがて私たちはすっかり仕事を終わって部屋の方へ引き返そうと屋根伝いに張っている時でした誰だ私の後ろで突然低いけれど力のこもった叫び声がしました河野が何かを見つけてどなったのです見ると庭の向こうの隅のところに湖水の薄明かりを背景にして ひつの国営がうずくまっていました。誰です河野がもう一度となりました。すると影の男は物をも言わず立ち上がり、つと建物の影に隠れると、一山に逃げ出したように思われます。別段厳重な塀などがあるわけでなく、湖水の岸を伝って行けば、 どこまでも逃げることができるのです。それを見ると河野は屋輪に屋根から飛び降りて男の後を追いかけました。ほんの一瞬の出来事です。あっと思う間に逃げる者も,も追う者も,も姿が見えなくなってしまいました。私は驚きのあまり屋根の上に腹ばいになったまま、無様な格好で。 長い間じっとしておりましたが、考えてみますと、さっき河野の飛び降りた地響きが宿の人たちに聞こえたかもしれません。もしそうだとすると、私は一刻も早く自分の部屋へ帰らなければなりません。この変なボール紙の筒が人の目にかかっては、せっかくの苦心が水の泡です。いや、それよりも、真夜中に屋根を張っていたことを、 なんと弁明ができましょう私は大急ぎで部屋に入ると抱えていた品物をトランクの底奥深くに隠しいきなりそこに敷いてあった布団の中へ潜り込みましたそして今にも宿の人たちが騒ぎ出しはしないかとビクビク者で聞き耳を立てておりましたしかししばらくそうしていても 別段物音も聞こえません。幸せにも誰も気がつかないものはないようです。私はやっと安心して、その代わりににわかに気がかりになりだしたコーロの身の上をまたしても暗示煩うのでありました。ダメでしたよ。まもなく木の枝をガサガサ言わせて、 窓のところに河野の無事な姿が現れました彼は部屋へ入ると私の枕元に座って追跡の結果を報告するのでした「バカに逃げ足の速いやつでとうとう見失ってしまったしかしその代わりにいいものを拾いましたよまた一つ証拠品が手に入ったというものです」18 河野はそう言いながらさも大切そうに懐の中から一個の品物を取り出しました。これですよ。この財布ですよ。見ると金金具のついたかなり上等の二つ折り紙入れです。それが傘高く膨らんでいるのです。これがあいつの逃げた後に落ちていたのですよ。真っ暗で。 の封体などはよく見極められませんでしたがこの財布はちょうど運よく浴場の裏口から明かりのさしている地面に落ちていたものですから気がついたのです無論あいつが落としたものに違いありませんそこで私たちは非常な好奇心を持って財布を改めましたそして何気なくその中身を取り出してみた時私たちは さららに一興を喫ししないいでではいられませんでした「そこには予期したような名詞その他の所有種を示すようなものは何一つなく紙幣ばかりがそれも手の切れそうな十円札で約500円入っていたのです」「これで見ると今の男はひょっとしたら例のトランクの紳士かもしれませんね」 あの男なんだか得体の知れぬものが私の頭の中でもやもやしていましたがとっさの場合まずそんな想像が浮かぶのでしたしかし妙ですよあれが人殺しの本人だったとすると今頃何のためにこの辺をうろついているのでしょう逃げ出したところを見れば刑事なんかでなくて 犯罪に関係のあるものには違いないのですけれど、それにしても妙ですよ。河野は考え考え言いました。クセモノの姿形は少しもわかりませんでしたかええ、あっと思う間に逃げ出したのですからね。暗闇の中をコウモリかなんかが飛んでいった感じでした。そんな感じを受けたというのが、 つまり和服を着ていたからではないかと思います。帽子はかぶっていなかったようです。背格好は馬鹿に大男のようでもあり、そうかと思うと非常に小さな男のようでもあり、不思議に覚えていません。湖水の岸を伝って庭の外へ出ると、向こうの森の中へ逃げ込んだようでした。あの深い森ですからね。追っかけてみたところで、とてもわかるものではありませんよ。 トランクの男は、松永とか言いましたね。声太った男でしたがそんな感じはしませんでしたかはっきりはわかりませんがどうも違うらしいのです。これは僕の直角ですがこの事件には我々の知らない第三者がいるのではないかと思いますよ。河野は何事かをうすうす感づいているような口調でした。それを聞くと、 妙な浮かんを覚えながら私もまた彼と同じ感じを抱かないではいられませんでしたこの事件には何人もまだ知らないような恐ろしい秘密が伏在しているのではないでしょうか足跡が残っているかもしれませんねダメですよこの23日天気続きで土が乾いていますしそれに庭から外の方は いっぱい草が生えてますからとても見分けられませんよそれでは今のところこの財布が唯一の手がかりですねこれの所有者さえ突き止めればいいわけですねそうです夜が明けたら早速みんなに聞いてみましょう誰か見覚えているかもしれませんそうして私たちはほとんど夜を徹してこの劇場的な事件について語り合いました 私のはただ子供が階段を好むような怖いもの見たさの好奇心にすぎませんでしたが河野の方は犯罪事件の探偵に深い興味を持っているらしく言葉の端々にも彼の判断力の異常なる鋭さがほの見えるのでした考えてみれば私たちは事件の発見者であるばかりでなく覗き眼鏡の影といい 今夜の出来事といい、また財布という確実な物的証拠まで手に入れて、警察の知らないいろいろな手がかりを握っているわけでした。そのことが一層私たちを興奮させたものです。愉快でしょうね、もし我々の手で犯人を突き止めることができたら。私は覗き眼鏡という心配の種がなくなったので。 いくらか調子づいた君で河野のお株を奪ってこんなことも言ってみるのでした。